はい、あなたも着物美人に、着物と色で人生を豊かにする柴田智子です。私のチャンネルでは着付けの仕方や帯結びや色についてご紹介しております。よろしかったら他の動画もご覧ください。チャンネル登録もお願いいたします。今日は振袖の帯結びをご紹介いたします。最後まで見ていただけますと手順がわかり、帯結びのレパートリーを増やすことができます。手先でお羽とお太鼓を作り、タレを有効に使える簡単な帯結びをご紹介いたします。どうぞご参考にされてください。はい、それでは始めます。まず手先にお羽を取ってまいります。手先にお羽とお太鼓のになる部分を取りますので、手先の長さを、確認されてください。この帯は、手先の柄付けが50センチぐらいあります。40センチぐらいあれば、大丈夫ですので、手先の柄を確認されてください。できましたら、手先にお羽を取ってまいります。はい、横に短冊を取られてください。このような短冊をされてください。できましたら、はい、三重仮紐を3本すべてにですね、通しておいてください。少し横になるお羽です。はい、できましたら垂れ先を一旦際を開いて左の方にお羽を取ってまいります。はい、片ひだ取りましたら、左の肩幅取りまして、はい、三重仮紐1本目に通してまいります。はい、できましたら同じように右側にお羽を取ってまいります。こちらのお羽は少し表情を変えて、はい、2つのタックを取り、はい、このようなお羽を取られてください。できたら三重仮紐の2本目に通してまいります。右と羽が、左が少し表情が違われて結構です。はい。できましたら、あとは垂れの長さ、すべてを使ってお羽を取ってまいります。はい。布目を通し、はい。同じようにお羽を取られてください。はい。できましたら、はい。三重仮紐の、はい。1本に、背中1本に下から上にくぐらせます。はい、できましたら、はい、手先のこの輪の中に、帯枕を入れて交差した上になるように枕を結んでいきます。はい、飾り帯揚げをかけます。はい、できましたらお太鼓底を作っていきます。はい、タックをですね、そのまま活かしながら、枕から手幅1つぐらい、帯の中央になるように帯締めを当て、はい、お太鼓底を作っていきます。はい、あとは形付けです。はい、ここ三重仮紐が見えますので、タレのこの羽は下側に向けて形付けます。体の丸みに沿わせて、お羽を広げながら、形を整えます。これで完成です。はい、いかがでしたでしょうか。天地の柄がある帯でも、お羽を大きく取れる帯結びです。ぜひ結んで差し上げてください。
あなたも着物美人に、着物と色で人生を豊かにする柴田智子でした。ありがとうございます。またお会いいたしましょう。